エリザベス・グラディス・ミルビナ・ディーンはイギリス在住の女性である。タイタニック号の最年少乗客で最後の生存者だった。ミルビナと兄・バートラム。1913年撮影。1912年に農業を営む父・フランクと母・エヴァの長女として誕生。一歳年上の兄・バートラムがいる。その後タバコ店を開くため、 アメリカへ移住する両親に伴われ、タイタニック号の三等船室に乗船。当時生後9週間で、タイタニック号の乗船者の中で最も若く、また唯一の1912年生まれであった。同年4月15日の沈没事故で、ミルビナといえば、バートラムは救命ボートに避難し生還するが、父、フランクを失う。生還した母子は、その後イギリスに帰り政府機関や、 工業継承者で働き、生涯結婚することはなかった。晩年、イギリスのサウサンプトンで暮らしていた彼女は、同じくタイタニック号生存者である、リリアン・アス・プランドや、バーバラ・ウェスト・ダニントンとは異なり、公の場に比較的よく出ている。もっとも、事故当時は、生後9週間で、7歳の時母親に聞かされるまで、自身がタイタニック号の乗船者であることは知らされていなかった。 ディーン親子が避難した救命ボートは15ボートで、左限のやや線尾に設置されており、約40名の人がこのボートに避難し、救出されている。これ以前に降ろされたボートは、基本的に1等戦客しか乗っていないため、ディーン親子は、約300名の2等戦客及び3等、戦客生還者の中でも一番早く船から脱出した部類に入る。なお、 2007年に亡くなったダニントンや唯一の日本人乗船者である細野正文もこのボートに乗り込み生還している。2006年に腰の骨を折ってからはサウサンプトンの老人ホームで暮らしていたが滞在費用の苦面に困り2008年10月にはタイタニック号の思い出の品を競売にかけるなどしていた。2009年 この休場を見かねたレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットが彼女の老人ホーム費用を援助した。二人は声明の中でディーン氏が将来の安全を感じてゆっくりと休養できることを希望すると述べている。2009年5月31日、サウサンプトンの老人ホームにて97歳で死去。これによりタイタニック号の生存者及び乗員乗客は全て死亡したことになる。 http://www.varietyjapan.com スラッシュニューススラッシュ小ビズスラッシュ 2k1u7t00000h66b.html ありがとうございます。